ちょっ、こんにちは。はい、さゆたかさんも8月が終わりました、はい、ね、はい、はい、というわけで、はい、ファンの方から要望が多かった、はい、月間ベスト9を今日はやろうということで、はいはい、大変だったわ。そうですね、いろいろね、まあ成績だけでやるとさ、はい、つまんないしさ、でもこれを言っちゃうと、お前何見てんだよ、今バオケーみたいな言われちゃうし。でもその数字プラスアルファ、豊さんの印象っていうのももちろんあると思うので、はい、まあね、それをプラスアルファした、8月月間ベスト9、セリーグ、パリーグ、今日は発表していただきたいと思います、はい、大変でしたか？もう大変だったな、うん、数字が突出してるやつはやっぱり選ばなきゃいけないしな。いや、もちろんそうですよね、そこは。じゃあまずは、はい、セリーグからいきましょう、はい、セリーグピッチャー誰だと思う？セリーグのピッチャー、うん、いや全くわかんないです。え、まあ東とか、あ、はいはいはい、結構いるんだよベイスターズ。そうですね、うん、東とか、あと高橋宏斗投手とか、まあまあそうだね、はい、俺は、うん、柳、中日の柳投手、これね勝ってないんだよあ、勝ってないけど援護点が 0.、はい、いくつなんだよ。それは勝てないですよ。勝てない、1点取ってくれないんだから。で9回ノーヒットノーランをやりながら、うん、チームは勝った。はい、次は1点に抑えて、はい、ずっと9回ぐらいまで行って、うん、降りた後に勝ったと、はい、この運のなさに俺はあげたいなとあ、もうベストナインをね、いやいや完璧に相手を抑えてるから。他の人ってさ、援護点がありながら勝っていってんだよね、はい、まあ普通はそうですよね。まあ東なんかは援護点が 3.30 あるんだよね、援護率ですね、援護率がね、はいはい、柳に至っては 0.32 しかないんだから。これ突出してますね。それは勝てないよバウアーなんか 6.70 あるんだから。あの力を持ってたらやっぱり月間3勝ぐらいするんだろうな。そうですよね、東とかもそうだけど、はい、で俺はどうしてもこうね、うん、何もしょうがないんだけど、俺の口なきゃなんだけど、はい、なんか柳にはあげたいなっていうような気になるんだよね。なりますね。だって8月勝利が0で負けが2っていう、だけど防御率 1.65 でなんでっていう、なんでっていうのことでしょ。はい、まあ、柳投げたいなという。そうですね、もうこれは柳投手でいいと思います、はい、中日の、はい、じゃあ続いて、はい、キャッチャー、キャッチャーいきましょう。坂本、あ、阪神。まあそうですね、まあこれはやっぱ梅野がいない、実質一人でやってるということを考えるとさ、はい、まあ、相当なプレッシャーの中でやってると思うんだよね、はい、まあ、その中でやっぱこう巧みなリードというかさ、うん、まあ、そういうことも見受けられるし、はい、決勝点かみたいなタイムリーも打ってるし、はい、よくやってるなと思って、うん、はい、そうですよね。その数値化ではなく、やっぱりその、ね、一人でプレッシャーを背負いながらやってるっていうところ、まあ、うん、じゃあ、キャッチャーは阪神の坂本選手、はい、ファーストです。ファーストは宇佐美、お、中日の、これはなぜかというと月間3度のサヨナラ、はい、安倍晋之助やそうそうたるメンバーと、そうです、そうですね、月間でサヨナラ3本というのは並んだという、はい、まあ、中日が数少ない勝ちの中で、はい、3試合サヨナラで貢献しているということは非常に高いかなという、うん、そうですよね、うん、で月間打率にしても10位に入ってきているので、2割9分6厘と8月は、うん、だからまあ、宇佐美に回したら何とかしてくれるぞっていうような、うん、まあ、そういう語録も、はい、まだできてないかいや、いや、できつつできつつありそうなね、うん、そうですよね、まあ、そんな活躍をしてくれたし、はい、だからまあ、宇佐美、はい、宇佐美選手、はい、じゃ続いてセカンドです。セカンドは牧、あ、まあ、そうですね、もう月間打率なのは、これはね、まあ、これはね、はい、宮崎がいなくなった後に、うん、やっぱ一人で支えなきゃいけないという責任感があったのかどうかわからないけども、はい、なんかそういうことすら感じるよね、うん、いいところで打つわ。あのホームランも月間7本なので、はいはい、これ岡本和真選手の12本に次ぐっていうところでもあります、まあ、そうだね、はい、だから牧、そうですね、やっぱりあの印象としてはあの阪神戦でやっぱり2試合連続の、あ、はい、決勝ホームランな、うん、大きかったですね、大きいな、はい、頼れるセカンドですね、4番で、はいはい、じゃあ続いてサード、岡本、まあ、あのちょっと特例でね、まあ、ちょっとね、だから休んだから、はい、抹消されたから、まあ、悩んだのは、うん、サトテルと悩んだ。あ、はい、サトテルも8月打ってるからね。そうなんです、月間9位ですから、大そうだね、はい、だからホームランの多さと打点の多さ、はい、まあ、ここら辺で、まあ、やっぱり岡本かなという、
そうですね、はい、ということでじゃあサードは岡本選手、はい、はい、ショートです。ショートは木浪、はい、木浪選手、木浪もいいところで打ったね、うん、8月。いやそうですね、月間打率が4位で3割3分3厘、満塁ホームランも打ったしな、はい、そこからちょっとおかしくなった時期あったけど、あ、木浪選手が、そうそうそう、まあだけどやっぱり優勝争いをしてるショートって、うん、もう本当プレッシャーかかってやってると思うよ、うん、他のポジションとはちょっと違ってね、はい、でその中でやっぱりこうバッティングの好調さをキープできたっていうのは、うん、やっぱり良かったなっていうふうに思うね。そうですね、しかも打線がその8番っていう下位打線でありながら、このやっぱり3割3分7厘、うん、月間打率4位というのはこれは大きいですね、まあ、大山選手に次ぐ4位なんです、はい、まあ、そうだね、うん、はい、じゃあ外野レフト、はい、野間、あーカープの、はい、もうそうですね、やっぱね野間って厳しくされた監督もいるし、はい、こう野球が粘っこくなった、うーん、3-1から先頭バッターの時我慢してフルカウントに持ってって、はい、やっぱ何としても出ようとする、フォアボールでも何でもいい出ようとするあの姿だとか、その時はフルカウントにしてレフト前打って出塁していったんだけど、はい、ああいうねフォアザチームというか、言えば今 3-1 からだったらバッティングカウントだし、うん、何でもかんでも振りに行く選手いるけど、はい、そこをすっと見逃してフルカウントにして不利な状況に追い込まれるんだけどね、はい、バッターって、まあ、だけどそこをチームのために我慢をして出塁していく姿とか、まあ、いろいろあるよ、うん、常にそういうバッティングができてる野間にやっぱこう上げたいなっていう、そうですね、まあ、権威はないけどね権威はないけど上げたいといういやいやいや、でもそうですよ、やっぱりこの、ね、今のカープがこう調子を上げてきてるっていうのは、そうだね、で離されずにやっぱ2位っていうところにいるっていうのは、うん、やっぱ野間選手の貢献度ってすごく高いですし、でかいな、はい、月間打率12、はい、2割9分1厘、素晴らしい成績だと思います、はい、センターは近本、そうですね、うん、はい、やっぱまあ打点もそうだし出塁する、まあ、盗塁、まあ、全てにおいて近本以外は考えられなかったな、そうですね、月間打率も5位で、3割2分7厘、うん、文句なしですね、そうですね、まあ、文句なしだな、はい、じゃあライトです、ライトはサンタナ、あ、サンタナ選手、はい、ヤクルト、サンタナはよく打ったよ、うん、もう一人で野球頑張ってんじゃないかっていうぐらい打ってたし、はい、やっぱりチームに貢献しようとするね、うん、まあ、そういう姿勢っていうのは素晴らしくこう美しく思ったね、だからまあ負けててモチベーション上がってこないのに、でもやっぱりこう勝ちたいという気持ちが出てた選手の一人かなっていうふうには思う、そうですね、結果8月の打率が3割4分1厘、まあ、チームがね、あの低迷している中でも一人で頑張ったなっていうふうには思うけどね、ありますね、はい、これでセ・リーグはじゃあ出揃いましたか、はい、はい、じゃあ続いてパ・リーグいきましょう、はい、パ・リーグお願いします、まずはピッチャー、はい、これはね、いろいろ言い訳こいて他のやつ選ぼうかなと思ったんだけど、はい、もうやっぱ抜群だな山本オリックスの山本だって点与えないんだもん、いやそうなんですよね、防御率が 0.00、はい、でね、悪いなりに投げるね、まあ、絶好調な8月だったとは言えないんだけど、はい、痛い目合わないように打たして取りながらピンチだなと思った時に出力をちゃんと上げるっていうさ、やっぱ状態が悪くてもやっぱりちゃんと0点に抑えるんだなと思って、うん、このピッチャーは、はい、やっぱちょっと抜けてるな抜けてますね、うん、他の人で行こうと思ってたらどの投手、種市、ああマリーンズの、うん、はい、種市がすごく右バッターのインサイドの出し入れができるぐらいコントロールが安定してたんだ、はい、球速もあるしさ、球威もあるし、だけどちょっとしたところでパパーンと打たれる時あるんだよね、まあでも種市と悩んだ、あ、なるほど、月間は、投手の成績では、まあ、種市投手は9位、うん、迷ったけれどもやっぱり山本は点取られてないんだもん防御率 0.00、すごいですね、この8月の、そうなんですよ、じゃあ野手、はい、いきましょう、まずはキャッチャー若月、あ、オリックスの、はい、まあ、森が帰ってきたけども、はい、若月ってバッティングでも貢献してるんだよね、うんうん、それと山本と組んだりだとか、はい、いろいろしながらオリックスの1点差以下ゲーム、はい、6試合か7試合って続いたと思うんだけど、まあそれを支えてるのも若月がリードのね、
まあ、一端を担って、はい、まあ、貢献もしてるしね、うん、やっぱ投手陣全体を支えたっていうこともあり、うん、3年生の振り返りやってるでしょ、はい、若月若月っていうのがやっぱこう印象に出てくるんだよ、お、うん、顔描いてるとね、はい、だから若月なんだよ他にね、まあ、古賀っていうのもねちょっとパッとある、はい、で、あの日本はこう立ち返り入れ替わり、うん、入れ替わりそうですね、うん、でロッテはちょっと目立たなくなったんだよね、キャッチャーが、うん、はい、だからそうだな、若月だな、そうですね、甲斐もなんか名前が出てこないんだよね、なんか今シーズンちょっと甲斐選手、はい、投手がっていうところもありますけども、はい、じゃあ、キャッチャーは、若月選手、オリックスで、はい、はい、続いてファースト、まあ、頓宮だよ、まあ、そうなってきますよね7月悪かったんだよ、はい、で、まあ、やっぱ疲れたなと、うん、で8月になってどうかな、首位打者争いとか、うん、まあ、いろんなことが気になるかなと思ったら、まあ、8月持ち直したね、はい、月間打率3割3分で2位ですね、はい、だからそういう意味では、まあ、よく耐え切ったなみたいな、はい、まあ、そんな感じがするしね、頓宮選手、はい、じゃ続いて、セカンド中村翔吾、中村翔吾選手ずっと苦しんでたんだよ、そうですよね、開幕からずっとですよね、うん、で3番から外されて、うん、下位に落とされて、はい、まあ、そこら辺で、まあ、ちょっといい結果が出て3番に戻した時に、まあ、3本立て続けに打ったりとか、兆しは出てきたよね、そうですね、うん、まあ、月間打率だけでも今月は15位に入っていて2割6分1厘なので、ちょっと戻しつつあるのかなと、そうだな、はい、だから、まあ、ロッテが優勝する、まあ、優勝するっていうか、まあ、上位2位を死守するためには、はい、やっぱ中村の力っていうのは絶対いるからね、そうですね、うん、さあサードです、サード書いてないね、お、空白になっている、いやだから立ち替わり入れ替わり、うん、いろんな選手が、まあ、ソフトバンクもそうだし、はい、まあ、胸でもいいんだけど、うん、胸だと物足りないし、うん、まあ、清宮かなって、でも清宮だとなんとなく守備がいかんなみたいな、うん、なんかね、帯に短し助けに流しになっちゃった、で楽天がフランコ、はい、うん、これはやっぱ最初はサードじゃなくてみたいな、はい、まあ、最近サードに入ってきて、まあ、活躍をしてるというね、だからなかなかやっぱ難しいな、だから安定して出てるのは宗しかいないんで、そうですよね、だ宗でいいか、かもしくは該当者なしっていうのも、まあ、該当者がないんだよ、ね、うん、っていう月もあってもいいと思います、あ、そう、はい、勝手に決めたのはルール、いやいや、そんな権限あるのいやないの、いいんですみたいな、いや、まあ、あの月間 MVP 時代がほんわんとした感じ、まあ、まあそうだな、はいはい、ノールールなので、じゃあ、はい、ちょっと今月は該当はなかったというところで、はい、分かりました、じゃあ続いてショートです、今宮選手、はい、やっぱ怪我がちとか、うん、まあ、体調不良だとか、まあ、いろんなことで先発しなかったりとかしてたけども、はい、まあ、8月頑張ったよね、そうですね、打率が3割1分3厘で月間は4位になってますね、うん、ね、で8月やっぱり今宮が出ると、うん、やっぱちゃんとした結果を残してくれるよな、はい、だから頑張って出てくれないかなと思って、あ、このまま出続ける、コンスタントにね、うん、だからそしたらやっぱこう内野が締まるよな、やっぱな、そうですね、うん、だからまあ今宮、ベテラン今宮選手、はい、さあ外野です、近藤、まあそうですね、4番ですよ、うん、これは、はい、これ入れなきゃしょうがないでしょ、ホームランも月間7本と、ポランコの8本に次ぐ数ですし、うん、月間打率1位で3割4分6厘と、ホームラン争いに首突っ込んできたからな、近藤選手そもそもが、ね、3番タイプでっていう選手ですけど、ね、まあね、今ソフトバンクの4番になってます、球場が狭くなると生き生きするな札幌ドームがいかに広がったかだよ、そういうことなんですね、あ、もうホームラン王争いしちゃってんだから、いや、そうです、打点王だよ今すごいですよね、すごいよ、出塁率を考えながら札幌ドームでやってたけども、うん、やっぱ近藤に注文しっていうのは物足りなかったのは、いやらしいバッターだけど怖くないと思ってたのね、うん、はい、でも今年は完全に怖いバッターになってるもんな、はい、成長だなって思うね、うん、さあセンターです、辰巳、あ、楽天の辰巳選手、はい、まあ、守備はもうね折り紙付きだよね、はい、でバッティングだったんだけど、やっぱり1番に入ってきて、まあ、打てるようになってくると活気づくよね、うん、楽天もで今3番打たしたりとかさ、はい、やっぱり能力はあるけども、うん、なかなか結果が伴ってこないというね、うん、まあ、ジレンマがあったけどもね、うん、まあ、ここに来て辰巳がやりだしたかなという、そうですね、まあ、独特な世界観あるよね
独特ですもうね、ヒーローインタビューなんか笑っちゃうよ、独特すぎて。お客様は神様です、天然宝です。いや、それは分かってんの。そうですね、それはみんな分かってんだ、うん、その次がしたいんだよ。確かに、まあまあ、でもね、どこかが世界観っていいよ、ね、あ、キャラ立ちしてますよね。そうそうそう、まあ、でも月間打率3位で3割1分3厘、はい、あのもう文句なしの素晴らしい成績です。はい、ライトです、まあ、ライトは中川、これセンターやることが多いんだけど、はい、中川がね、うん、素晴らしくいいよ。いいですね、中川を聞かない日はないぐらいの中川、はい、中川本当タイムリー言ったりだな、はい、なんかで絡んでるからさ。そうです、文句がある人だがいたら中川センターして辰巳をライトにして、はい、ライトに誰かを代わりを入れるってするよ、うん、そのぐらいやっぱ中川は外せない、何も外せない、うん、そうですね、月間打率3割飛んで8厘、うん、で6位の成績っていうのはすごいですし、勝負強いよ、貢献度もすごいですよね。なあ、うん、さあパリーグなので DH もあります、はい、ポランコ、あ、ポランコパワーね、はいはい、パワー3打席連続ソロホームラン、うん、その前にも3打席連続ホームラン、いや、ソロすごいですよね、そんなの初めてなんだって。ソロ6本っていうのあ、ソロ前に誰かいようよって感じもします。それも勝ち、まあ、ゲームだったらいいけど両方とも負けたっていうのは史上初だった。あんまり聞かないですけどね。いや、3本打ったらさ普通勝つけどな、うん、残念賞みたいな。いや、でもよく頑張ったよね。そうですよね、いいところでポンと出たりとか、まあ、そうだね、はい、連続で試合ヒットっていうか、うん、安定感も出てきてるしね。そうですよね、で打率も徐々に上げてきて、月間打率は2割9分3厘、うん、11位ということで、ホームランも、8本あの月間は月間、ね、はい、で20本に到達してるから、はい、まあホームラン王争い面白いよ。そっか、浅村が22本、はい、取ってる現時点ではね、はい、まあ、近藤が21かな、はい、で万波が20、はい、ポランコ 20、ね、面白いな。面白いですね、パリーグのホームラン王も争いもね面白いですけれども、なんかほま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 言ってたな。ホームラン争いも面白いですが、8月の、ね、月間ベスト9はい、揃いまして、ちょっとねパリーグはサードだけが該当者なしになっちゃいました。ちょっとサードがね、特化いろいろ変わるし、そうです、ね、なんかこう胸が頑張ってるんだけど、うん、頑張ってても、うん、中島監督が怒ってる姿があるんだよね、一生懸命走らんかみたいな、はい、みたいな、あの中島監督、ああいう感じを監督に出させたらダメだよね。あ、そういうことですね、はい、まあ、9月もね、ちょっとあの好評であればこの8月が、そうだな、はい、9月もね月間やりますけど、はい、やりますけど、ね、みんなあのチャンネル登録と、はい、ね、うん、高評価ボタンと、はい、ね、月間ベスト9、はい、これがどうだったのかっていうのを教えてもらえる、はい、皆さんの月間 MVP もぜひコメント欄にお寄せください、はい。